日向坂46の佐々木久美、佐々木美玲、金村美久、小坂奈緒、上村ひなのが、10月27日、金曜日。発売の BLT12 月号、東京ニュース通信社刊、表紙、関東に登場している。11月8日、水曜日にセカンドアルバムをリリースする日向坂46。リード曲、君は0から1になれ、のフロントメンバーである佐々木久美、佐々木美玲、金村美久、小坂奈緒、上村ひなのが、BLT12 月号の表紙を飾る。今回は、女子旅をテーマに江ノ島、神奈川県で撮影を敢行。5人それぞれが個性あふれる洋服を身にまとい、弁財天仲見世通りなど江ノ島周辺を散策した。とびきりの笑顔で楽しそうに過ごす5人の姿からは、これまでのグループ活動を通して先輩後輩の関係を超えてかけがえのない仲間となっていることが伺える。散策を終えた5人は旅館に向かい浴衣に着替えると、仲良く布団に寝転んだかと思えば枕投げをしてみたり、大浴場でふざけてみたり。まさに青春の1ページと言える様子が収まっている。バル、日向坂46を牽引する5人のひとときの休息を覗き見できる27ページのロンググラビア&インタビューは必見だ。本誌には、菅原さつき、乃木坂46、安納葵、杉浦英子、宮越ゆりや、八木仁愛、山口優愛、僕が見たかった青空、福田あかり、STU48、リユ、リエラ、西野夢奈、三宮凛も登場している。